今日初めて、RX7 でパーセクション戸田です。よろしくお願いします。演じては全くドノーマルですけど、インテークだけは R マジックのステンレスのやつで書いてあります。それ以外は全くドノーマルです。マフラーは書き元でリアだけです。中間直売ノーマル。ノーマルです。走行距離ってどれぐらいなんですか？7万5000キロです。これ2001年モデルなんで21年前。そうです。過去にですはね、2009年のこの D1 グランプリの時に初めてやったんですけど、その時はノーマルマフラーだったんですけど、その時は265ジャストだったんで、まあ今日とりあえずそれより上行けばいいかなって感じです。最近なんか乗っててパワーが抜けてきたとかっていう感触は全然ない。まあないですね。絶好調、はい、絶好調です。じゃあどんなパワーが出るかちょっと期待です。期待ですね。やっぱツインターボのやつよね。でただこの4000ここで落ち込みがちょっと多いかなって感じです。ここで落ちてもこのまま立ち上がってほしいんですけど、うん、もう一回落ちてるんで、あとここのパワーのここのそう谷がありますよね。はい、はもうちょっとこう来てこう来てこう来るんです。はい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 、はい、ここの谷ですね。ここはどうしようもないんですよ。ノーマルがちょうどあれこれ仕事で分かんない神経シャルツインターボは絶対谷が出るから、はいはいはい、であともう一個の方法としては、常時ツイン化にして同じように綺麗な、ただそれのデメリットとしては2000回転機のトルクがちょっと低い。なるほどね。240馬力でした。はい、ちょっと本気まで届かなかった。まあそんな感じですけど、まあまあしょうがないですこれはもう認めるしかないんで。今後は誰かこの車いじっていく予定とかあるんですか？もう特にないですね。もう現状この維持をしたいと思いますビートオーナーの村木と言います。今回パワーチェックなんとか抽選受かってこれから挑戦したいと思います。エンジンは E07A っていうエンジンになります。軽くチューニングしてあってハイコンプになって給排気ちょっといじってるぐらいですね。スペック上は64馬力、まあ、多分圧縮抜けてるやつだったら50あるかないかかなっていう。コンピューターはビートガレージさんのハイオク仕様のロムが入ってますね。ハイオクです。ガソリンつらいですちなみにもう一台おバカな車もあって FD も持ってるんでマジつらいです長野ガソリン高いんですこの車はサーキットあったりとか。あ、そうですね、あの本庄サーキットの方走行会とかに参加させていただいてて、一応来月の頭も一応また走る予定で、もう普段使いからもうサーキットまで何でもやってます。まあ、64超えてたらありがたいなって感じですね。馬力でしたちょっと抜けのいいマニュアルマフラーにしたのが悪かったかなっていう言い訳にしておきますまあちょっとこれでまた燃えたんじゃないですか。そうですね、まあ、エンジンはまだまだやらなきゃいけないことあるんで、チャンバーはついてるんですけどスロットルがノーマルのままなんで、もうちょっとビッグバルブとか入れて空気の量を増やして、多分今だから吸気と排気で多分排気の方が多分出すぎちゃって多分吸ってねえのかなって感じ。なるほどなるほど。あとはまあハイカムとか強化バルブとか入れて。そうですね、ちょっとハイコンプだけど、じゃあカム周りとかはまだノーマルなんですね。そうですね、あじゃあただカムあじゃなくてハイコンプにしただけです。あじゃあまだまだ余地はありますね。そうですね、お台70乗りたいですけどね
今回持ってきたのは、2ロータリーの、まあ、両面ブリッジでタービンがトラストの 0725G メインにドリフトで使ってる車両なんですけども、ドリフトのトップカテゴリーからちょっと1ランク落としたぐらいのイベントに出れるような仕様になってます。であとは軽量化、ドアファイバーであったりとか、あとはアクリルガラス、まあこれドリフト仕様なんで、足回りが今流行りのワイズファブ、馬力は一応420馬力です、想定420馬力、420ぐらいかなっていう。これはね、今年作ったエンジンなんです。まあ、うちの会社には3ロータリーも作ったりしてるんですけど、まあ、基本的には掘って作れる、お金 かけずにやろうということで、一応はブリッジで、去年まで片面ブリッジだったんですけども、今年からちょっとね両面ブリッジということで初めてやったんですけども、まあ、結構ね3ロータリーっぽい音が出るんで、まあ、そこが売りかなみたいな、まあ、音だけはかっこいいよみたいな感じですかね。ですね、480も出ちゃいましたよ。かなりいいですね。まあ車の仕様的にブーストは多分 1.2 のはずなんですよね。 1.2 でこの仕様だと、まあ400いって50ぐらいかな。まあ温度も低いし、まあそういう空気の関係があって、まあ480ぐらい出てますけども、まあわりかしブリッジ掘っちゃってるんで、上がりがやっぱり4000回転過ぎてからバッてくるような感じですかね。それって乗ってても体感できるの？乗ってて、あ、すごいすごい、もうこの通り車って動くんですよ。僕はドリフト競技やってる時はもう絶対4000回転以上落とさないように。落としちゃうと結構トルクなくなって硬くなっちゃう。落とすと負けますね。じゃあ高回転キープすれば。そうですね、割とトルク上目の方でフラットに出てくる。そうそうですね、トルクはまあ上でちょっと落ちるんですけど、まあロータリーなんで、僕は大体普段その9500回転付近でパーって踏んでる感じ。この482という数字は、まあちょっとご機嫌で帰っていただける数字かなとは。昨日もレースでちょっと疲れ気味なんですけど、その疲れが消えました。ムルシェアローのエンジンが乗っててですね、でそれをモーテックで制御してて、まあまあ、パワーはムルシェアローのノーマルぐらい出たらいいなみたいな。もともとディアブロって純正だと何馬力ぐらい、はい、多分この年代のディアブロは500馬力出てないと思うんですよね。480とか470とかだと思うんですよね。470とか、はい、乗せたムルシエラゴっていうのはどれぐらい、カタログ値で確かなんですけど620ぐらいだったと思うんですよね。でもそんなには出てないと思うんですよ。まあ、制御がモーテックだったりとか、はい、っていうところで少しそれプラスアルファ。いやいや、それはないですね。500中盤から後半じゃないですか。いやいや、そんなもんだと思います。チューニングというかしてる部分、部分で言うんだったら、はい、まあ、ボディ以外は全部、足回りも全部作り直してます。これちなみに排気系って、はい、もう全部作り直してあります。タコ足から、はい、そうです。エンジンが違うんで作り直さないとマフラーがなかったです。例えば走るとしたらターキット走るのか、それとも街でドライブするか。車庫に眠る車じゃないですかね。あんまり外に出れないんですけど。604馬力だそうです。どうも、なんかいっぱい出たみたいで、今日は多分機嫌が良かったのかと。非常にいい音といい数字を見せていただくことができました。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。どうも。